イメラジオ第五千百五十五回。今日は令和五年六月十日土曜日です。時刻は午後四時。横浜港北相変わらず曇りの土曜日。けれど、午後の早い時刻。雨は降らなかったので。今日は緑道を走りに行ってきました。気持ちよかったですね。ただし、梅雨の頃、あんまり走る人はいない。そんな季節でもあります。 イメラジオ今回は「48党は次期衆院選を戦えない」こんなタイトルでお話ししましょう戦いづらくなってきましたね100%法務局は名義を書き換えてくれる立花さんはこうおっしゃっていましたがそんな期待もむなしく大津さんの承認がないと名義の変更はできませんと 言われてししままいました当たり前ですよねだから立花さんがこれまでずっと言っていたその前の党首の承認がなくても党の総会等であの決まれば代表は移すことができるっていうそういうお話はその前の党首にあたる人が例えば亡くなられているとかもうご病気でもう動けないとかそういうふうな場合に限られるんでしょう。 で前の党首が「あの認めないわよ」というふうに言ってるのにその勝手にその党首の了解なく総会を開いてでそういうところで何か決まったんですというふうに言ってもそれは認められませんよと当たり前ですよねですから「夢ラジオ」ではよく言っておりますが橘さんがそもそもどっからともなく大津さんを連れてきたのが運の月きだった。 しかもそのよくわかんない女性にすべての権限与えてしまった情けないですね。橘さん今困ってますよこれまでいろんなことをきちっきちっとやり遂げてきた立花さんなのにこんなところで圧死救われてるわけですね。まあ思えばあの。 意味不明な政党を作ってはそんな政党を立ち上げますと言ってどうなったのかわからないとかこういうことをやってきていたので自分が作ったその48党あるいは旧 NHK 党のその政党としての価値も見誤ったんでしょうね。日頃から意味不明の政党を作るとかこういうことばかりやっていると政党の価値 自分がやってきたことの重みどれほどの人がそこに関わっているかっていうこともわからなくなってだから普通ならやらないよくわからない女性に全部委ねるみたいなことをやってそしてその女性に今あの政党、ね、助成金はりそな銀行にこれからも入ってくるでしょうがそれに立花さんは あの手をつけることはできません。でそのお金で返すべき借金の返済というのはこれからはじゃあ大津さんが債務返済の義務も負うわけですね。ということはもうこのりそな銀行に入ってくる政党助成金を使うことはできず。 一からやり直さなきゃいけないこうだ、ね、幸いあの国会議員が2人いてそしてあの今すぐどうこうというわけじゃないけどただし48党そして立花さんの信用はこれでまただいぶ落ちることになりますどっちみち衆議院選に出てもあの誰も当選できないし 2%という国政政党のその得票率もこの調子だと得られるかどうかは難しい立花さんは選挙のプロですからその辺もよく分かっていて次の衆議院選挙に出たとしても駄目そうだとだから都道府県に1人かなそういうのは出すかもしんないけどっていうそういうことをお話ししておりましたね。 比例ででもも通らないし小選挙でも出すだけとただし今回もお金が使えなくなったのでですから立花さんがこれまで言っていたいろんなプランもこれでまた振り出しに戻りだから衆議院選挙で戦えなくなってきましたね、まあ、もちろん大規模に寒波を立花さんが 募れば、それなりのお金は集まるのかもしれない、私はしません。田島さんの自業自得に付き合う気は全くありません。フォーティエイトとは応援したいけれどね、うん。田島さんも衆議院選挙はパスするかもしれないなんておっしゃっているようです。その可能性が高いですね。今の調子だと、フォーティエイトとは戦えるような体制になっていません。 ですから、あと2年後の浜田さんがあの任期迎えるあの参議院選挙ですねここでどれほどの勝負がかけられるかそこであのどれほど党勢回復しているかにつきますがこの問題はもうこれから数年にわたってずっと王を引きそうでそしてこれで大津さん の陣営、そして黒川さんの陣営は勢いづきますから力が入りませんね橘陣営としては。でこれまで大丈夫よ「大丈夫よ大丈夫よ」と言っていたものが全然大丈夫じゃなくなったので橘さんももう合わす顔がないですよね。どうなっちゃったんでしょうね橘さん。これまではいろんなことを上手にやり遂げてきたお方なのに。 大津かごときにやられるわけですよ。まあ橘さんなりに世間をなめていたのかもしれませんね。授業料はかなり高くついているようです。私も次の衆議院選挙にはいつあるかわからないけど近いかもしれない。48とは出られないし出ない方がいいだろう。戦えるそういう体制になっていない。 政党助成金で回していく政党なのにその口座が大津さんに握られているとなればもう動けないここは2年後の参議院選挙何とかして浜田さんを議員で頑張ってほしいですよねその方法を考えた方がいいと思いますまた間髪っても無意味ななお金なので そうだ、ね、立花ファンの人は出すんでしょうかねあんまり意味のないカンパになるのかなっていう気はしますガーシーの寒波も130万円ぐらいは集まったというそんな報道ですねこれで弁護士費用を賄えるでしょうかどうなんでしょう夢ラジオ今回は「48党は次期衆院選を戦えない」土曜日です。